はい、どうも、一般人でーす。というわけですね、ちょっとね、やっぱりね、コロナが増えてしまったんで、ちょっとね、今回おさらいだね、これからどうするべきか。特にね、ワクチンが打ててない30代、40代、どう行動すべきか。ちょっとね、考察していきたいと思います。やっぱね、ちょっと、まずいね。この広がり方は多分もうすぐ近くまでコロナは来てると思って間違いないと思います。で、まあ一応ね、ワクチンを打ったお年寄りとか、あと基礎疾患がある方、2回打った方は、まあまあ大丈夫かもしれない。まあまあ大丈夫かもしれないね。で、まあ20代以下の若い方は、まあまあ大丈夫かもしれないね。まあ、なったとしてもそんなに重症化まで行くのはなかなかないかもしれない。まあ、むしろちょっとね、みんな若い人が出かけて、集団感染することによって免疫を得てるんじゃないかっていうこともね、まあ、考えられなくもない。しかしですよ。まあ、とりあえずだから、若い人とおじいちゃんが会うのはまあ、どっちもワクチン打ってるし、片方はなっても大丈夫な感じだからいいけど、30代、40代と20代、もしくは若い、まあ子供と30代、40代のワクチン打ってない人が接触すると一番危険だっていうことにね、なってしまいます。まあとりあえずね、もう周りにコロナがね、蔓延してると思って間違いないと思うんですが、まあ、それぐらいの気持ちでね、行こうと思います。で、多分、蔓延してる中に、今、危険な30代、40代はもう、正念場だね。ここはね、生きるか死ぬかのね、正念場になってくると思います。まあ、俺も打ててないけど。なんで、ワクチンをね、打つまで、30代、40代特に今、微妙なラインだね。40代が一番危険かもしれない。40代後半とか、ワクチンが打ててないギリギリ上の世代が今正念場なんで、そこがもう、そこの人らはね、本当に自分ら危険だっつうことで、多分自主隔離、もう、外に出ないで、ワクチンが打つまでは外にね、出ないで家にいた方がね、安全なんじゃないかと思います。うん、それが選択肢だね。まあ自分を守るためのね、あれだね、広げないためのっていうか、もう広がっちゃってると思うんで、広げないための隔離とかじゃなくて、自分の命を守るための隔離っていうことになるかと思います。というわけでね、私もね、ちょっと自宅でちょっと出かけずにね、誰とも接触しないで、しばらくワクチン打つまでは暮らしていきたいと思います。皆さんもね、コロナには十分注意してください。うん、まあでも若い人でもあれだけ人数が増えちゃうとね、重症化する人も中には、まあ、数パーセントいたとして、3000人の数パーセントだったら、今4000人だもんね。4000人の数パーセントって5%だとしても、もし200人ぐらいは重症化しちゃうんでね。まあ、若い人らもあんま出かけない方がいいかもしれないけど、とりあえずね、一番危険な世代は30代、40代のワクチン未接種の俺らだと思います。皆さん、どうか、ご自愛ください。それでは、お疲れ様でした。いやー、ちょっとね、これは困ったね。出かけられない。どこにも出かけられない。